今からかけますよ。よし、行け行け。はい、もしもし、加藤です。もしもし、俺だけど、今日ちょっと喉が痛くて病院行ったんだ。え、みどり？大丈夫？確かにちょっと声が変だね。大丈夫なんだけど、病院にカバン忘れちゃってさ。やだ。会社の小切手がカバンの中に入ってんだけど、携帯もカバンの中に入っていて今使えないから、実家の電話を連絡先にしたから、会社とか銀行から電話かかってきたら対応しといて。うん、わかった。話を聞いておけばいいんだね。よろしくね。はい、もしもし、加藤です。みどりさんの上司の悪徳です。いつもみどりがお世話になってます。みどりさんが会社の小切手をなくされたそうで、それがないと今日の取引に間に合わないんですが、見つかったという連絡はありませんか？申し訳ございません、まだ連絡が入っておりません。困ったな。また連絡させていただきます。はい、わかりました。はい、もしもし、加藤です。もしもし、どっか連絡あった？ああ、みどり、あなたの上司から今日中にどうしても小切手が必要だって連絡があったよ。大丈夫なの？そうなんだよ、今日の取引はどうしても成功させなきゃ会社クビになっちゃうんだ。上司のお母さんもお金を500万円負担してくれたんだけど、あと300万円足りないんだ。必ず返すから用意できないかな。300万？うん、分かった、用意する。300万ね。ありがとう。俺、取引先と今話し合いで手が離せないから、会社の人に取りに行ってもらうから渡しておいて。その人は今回の件を知らないから、現金を渡すことは伝えてないんだ。だから渡すときは書類だと言って渡してもらえる？うん、分かった。書類と言って渡せばいいのね。分かったよ。みどりさんと同じ会社の受け取りです。みどりさんに依頼されてお伺いしました。ご苦労様です。これ書類です。よろしく。ダメ！あんたさ、それ騙されてるよ。相手からの連絡ばっかじゃなくてさ、電話でも SNS でもいいから、ちゃんと自分で確認して。本人への確認が被害を防止する一歩だよ。失敗しちゃった。還付します。電子マネー買ってきて。怪しい一言、電話が来たらまず相談。詐欺は絶対一人で解決しないで。